ロロ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 ールさん、はい、本日は何をしますか、わかりますか。そうですね、わかりません。荒野行動でございます。はい、ディオです。はい、ディオですね。とりあえずロール君、はい、勝とうぜ。最近のディオなんかめちゃくちゃ強いやつ多いらしくて、どうなんとこ、うん、実際強いやつ多いみたいな。いや、多いよ。ところをちょっと検証していきたいんだけど、めちゃくちゃ音質いいな、うん、今日やろ。これなんでロール君はそれ音質いいかというと、今パラレルで座してるし俺ら、うん、なんでパラレルに呼び出したかわかる？わからん。高音質な音声環境なんですよ、これパラレルって実は。うん、他のツーアプリとかだと、あの他のゲーム音とか下がったりとか、まあその左右差が出ちゃうと思うんやけど、これはマジでぴったり。だって俺調査してないよ今何も。うん。俺の声どう？いい感じ？いや、ちょうどいい。なんか、うん。だよね。しっかり聞こえる。で、高音もしっかり聞こえるよこれ。ほら。あれ、銃声とかもこれしっかり聞こえるの？そうで、俺たまに使ってるからさ、これだけは言えるんやけど、うん、これ、あの、3D 音声なんよ。だから言ったら、通話中って 3D 音声ないけど、他のやつは。うん、これ 3D 音声なんよ。そうなの？めちゃくちゃよくね。確かに。最近いろんな人勧めてる。パラレル？うん。でも、一つの端末の人はパラレルで。そうそう、だからマジで、あの、一つの端末の人とか、まあ、荒野行動やる人とマジで、このアプリがガチでおすすめ。通話アプリ。ほんまにこれおすすめ。まあ、FPS とかだとさ、音が判断できないとか、あの圧倒的に不利になってしまったり、まあその通話人端末の人とかやったらマジで無理だと思うよ。無理やね、これガチでいい。しかもレビューめちゃくちゃ高いし。で、最近マジで強いやつ多いって聞くから、まあ実際どうなんちゅうところをね、ちょっと検証しようやというところで、この辺いかね。いいよ。これ結構言う人多いけど、ほんまに PS とか頭でいい人は、デュオとかシングル上手い人がマジで多くて最近。そうだよ、結構マジで参考になるってリズさんとか言ったから、もう間違いないんだと思う。そう、強い、マジで。マジで強いと思う。まあ、お金稼ぎのためにやる人が多いのかもしれないね、デュオとかは。賞金稼ぎ、荒稼ぎ。確かに、シングルでは多いんだよ、高額多いし。ね。これワンパー車取りじゃない？うん。あ、熊取りっぽい。くそー、悔しい。じゃん、俺反対側沿ってこようじゃん。オッケー。俺あの最近吉高ちゃんにハマってるんよ。知ってる？吉高ちゃん。分からん。吉高ちゃん、吉高由里子知らない？分からん。ウィーってやる人、ウィーってめちゃくちゃ可愛い。吉高由里子さんか。今今年で32かな。あー、見れば分かりそうだな。分かる分かる。ガソリン入れよ。あ、ちょっと、あ、ちょっと、俺の名前キーラいる。ガチやん。いいよ、やった、危ねえ。怖すぎやろ。サイレント多いよ、やっぱ。なんかによおい、よかった、車回していてね。これずっと2人ともガソリン入れて放置してたらやばかったね。うん、ガンガンガンされてた。さあ、アンチが寄りますように。私たちのところにアンチが来てくれたらさぞかし嬉しいでは間違いないだろう。来い、頼む、お願い、私に来てくれ。来い来い来い、より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 よ一人暮らしってよりかは誰かとなんか住みたい。誰かと住みたい。そう、一人はなんかつまらんそう。一人はつまらん。え、なんか 4K サイレントしてる。一枚死んだ。水溝行っていい？いいよ。つかむ？うん、
行け羽ばたけ。いない。ういー。やばい、しゃかるかも。俺終わった、俺終わった。ロール君のさ、あの息抜きの仕方をしてたよ。例えばテンション下がった日とかさ、うん、なんかあんまり気分が上がらん日、うん、そういう時は寝る。寝れるの？うん、もう無理やり寝る。鳥間寝るって感じ。そう、こっち行かない？行こう。敵発見。もう行くよ、突っ込む。これ怖っ、しゃかりそう、また。ほっ、あ、やべえ、やべえ。いけるいける。はっ、終わった。どういうこと、なんなら一回転したん、ぐるって。分からん、もうわけ分からん、ね、でもロールくんはバカ、バカだって、両足がもう、その上から外れた時点で車変えたらよかったんよ。ちょっと斜めになった時点で、なんか離れてんだから真下にストーンと落ちるよ。そしたらうるさい。ごめん、アスカ1枚いる。行きたいかもこれ。うわ、ちょっと行っていいかな俺も。いいよ。あ、てえ、来てた、やばい。いやー、来てた。やばい。アンチ寄った。抜かれた。あれ、なつってるかも。痛い。あら、あと18秒。あ、なんだ、2番違い。うわ、マジか、これバレる。くー、惜しい。やったらよかった、俺のインストラたちまで出ちゃった。パラレルの楽しい機能を使ってみた、よいしょー。ということで、パラレルがですね、なんか楽しい機能があるということで、早速使っていこうかなと思っております。ということで、パラレルにはミニゲームやミニアプリ、ボイスチェンジといったみんなで楽しく遊べる機能があるということで、まあ荒野行動とかに疲れたらミニゲームをプレイするのがおすすめと言われたので、早速やっていこうかなと思います。見える？見えてる。すごいっしょ。すげえ。これ最近行ったカフェの。え、なにこれ、めっちゃいいやん。そう、これなんだと思う？え、列車の中？そうよ。いや、すげえ。列車の中のカフェ。すごい、初めて見た、こういうとこ。でしょ？うん。これが惹かれる3秒前の写真。はっはっは。1秒前の写真。すごいな、結構貴重な写真やな。そう。お、マジで嫌だよ、バクロとか。さあ、ロールカーブ入れて、行くよ、プッシュ押すよ。来い、うん、頼む。じゃあマジで無理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 、ほんとにないからバックの話。お願い、ガチでお願い、ガチ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 お願い。あはー、やった、危な、マジでやべねえわ。ほんとにないから、くそー、なえる。はい、ということでロールくん。はい。何してんのそれ、声。なんか、ボイスチェンジってやつあったんで使ってみました。めっちゃ幼い。幼い。めちゃくちゃ幼い。可愛いでしょ。容疑者。いや、容疑者は言い過ぎ、容疑者は言い過ぎた。ということで、何やったっけ、罰ゲームの内容。罰ゲームは、うん、あの暴露話みたいな、一番恥ずかしかったことみたいな。恥ずかしかったこと？
をなんか暴露するみたいな。ああ、チンポの手術したこと。はい、ということで以上となりますが、まあ、パラレルはね、あのスマホゲームに特化した高音質な音声環境ということで、聞いてた通りもう他のねアプリとかマジやりにくいんですけど、マジでやりやすいです。はい、本当おすすめです。またゲーム音が一切下がらないし、まあ、上下左右言ったらもう本当 3D 音声なんで、もう敵の足音がね、攻略コードとかもマジで使いやすい。だからもう一つの端末としたら絶対使った方がいいっていう攻略コードでおすすめの音声環境となっております。そしてね、なんかおまけでミニゲームとかも、ボイスチェンジとかもあるんでね、ぜひね使ってみてくださいということで、以上となります。楽しかったですということで、ありがとうございました。バイ。